どうも、収納時、コジマジックというわけでございまして、さあ、始まりました。収納時、コジマジックの、目指せ年商1億円経営者への道ということで、今回が29回目でございますけども、先ほどね、コメントの方で、コジマジックさん、イケメンじゃない、イメチェンですかっていうね、コメントをいただいても、最近ね、よく言われるんですよね。なんかね、白いハットをかぶってて、脱いだ時の、なんかこう、イメージがかなり違うようで、伸ばしたからかな。最近すごい言われるんですよね。初めてコメしたので、いつも白いつなぎの、そうね、そうやって言われるのよね。そんななんかこう、イメチェンしようというような、感じてもないんですけども、もう美容師さんにお任せして、まあこういう髪型がいいんじゃないですかっていうのをね、いつも提案していただいて、やっておりますけども、あら、ちかさんが、元がイケメンやから何しても似合うなっていうね、もう嬉しいコメントを、そんなんね、50のおじさんに、ありがとうございます、本当に。つい先日ね、皆さん見てくれましたかね、さんま御殿、日テレのね、さんま御殿、コジマジックは3回目、の出演だったんですけども、まあ、やっぱり3回目ですから、初回ほどね、こう、わわわっていう、感じはなかったんですけども、すごく楽しく収録させていただきました。で、テーマがね、タイムパフォーマンス、命の、芸能人というテーマだったんですよ。で、私は、例えばね、旅行に行くときはもう旅のしおりを作って1分でも1秒でも無駄にしたくないっていうようなね、ことをお伝えしたりですね、お家作りをするときに洗濯する動線が、すごく無駄なので、それをですね、短くして11歩で、洗濯が完結するようにお家を作ったんですよみたいな感じで、タイパ命の芸能人という枠でね、出させていただいたんですけども、見てくださった方いますかね。そう、やっぱりね、まあテレビみんな見ひんようになってきたといえども、やっぱりね、結構ね、皆さん見たよっていうようなお声をたくさんいただきまして、ありがたかったなと思っておりますけども、やっぱりね、ちょい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 ね、ああいう風な、大きな番組にね、出させていただけるように、今後もね、ちょっとね、そういうことも頑張っていかなあかんなと思っているんですけども、昨日はね、群馬県の、山田電機さん、ラビワン、群馬県、山田電機って群馬県に本社があるんですよ。で、山田電機さんの山田テレフォンショッピング、ヤマハテレビショッピング、ヤマハテレビショッピング、ヤマダテレビショッピング、というね、通販番組の、山田電機の商品を紹介する通販番組があるんですよ。で、レッド吉田さん、がね、MC で、いらっしゃって、あと安藤和さん、が、MC なんですけども、その番組のね、収録に行ってきましたので、またね、8月の後半かな、オンエア、がスタートして、またこう、全国いろんなところで、流れるということなので、また詳細が分かりましたら、また皆さんにもお知らせさせていただきますので、またチェックの方をお願いいたします。ということでございます。まもなくね、明日かな、明日で、息子は、小学校は夏休みがスタートするのかな。ね。
我々まだまだお盆休みまでね仕事ですけども、子供が夏休みに入るということでお子さんがいる家庭はねちょっとバタバタするんじゃないでしょうかということで、はい、ちょっとね早速もうお待ちいただいてますので、ご登場いただきたいと思います。でこのコーナーでですねいつも、経営のことに関していろんなアドバイスをいただいております経営コンサルタント、久野先生、そして私の会社がですねいつもお世話になっています東京税理士法人、の方にですね、ちょっといろんな、毎回経営のアドバイスをいただいておりますので、早速ですね、ちょっとお呼びしたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。ですね。はい、まもなくご登場いただけると思います。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、もうね、先生もう夏という感じですね。暑いですよね、本当。ちょっと焼けはったんちゃいます？焼けたかもしれないですね。ねえ。どういったかな。もういろんなとこ飛び回ってはるから。うん、おでこ光ってるねえ、真っ黒な感じしますけども、うん、そうです、ね、はい、今月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では画面共有いたします。はい、こちらが年経表になっておりまして、はい、毎月毎月決算を締めたとして、今会社の売上だったりとか、費用っていうのがどの位置にいるのかっていう表になっております。はい、では、6月の数値をご報告させていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、6月の売上が4765万と、前月に比べますと10万ほど若干下がっている形になっているんですけれども、6月はいかがでしたでしょうか。6月は、ちょっとね、なんか落ち着いた感というか、やっぱり夏っていうのが、この片付けの仕事をしてて、一番こう、仕事が、ちょっと暇になる時期というか、閑散期だと自分では感じておりまして、やっぱもうこの暑さでやっぱ片付けるっていう気が皆さん起こらないのかそうですちょっとねそういう時期に入ってきてるなっていうような感じを受けております。そうですね、もう外にも出ようっていうふうになくなってますよね。そうなんですよね。本当になんかこの3日4日めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。なんかまあそういうのもあってなのか、ちょっとね、会社的には寂しい感じにはなっております。はい、ありがとうございます。はい。では続きまして、この利益表に行きます。利益表の方もですね、売上がちょっと下がってしまっている分、下がってしまった形になっております。はい。続きましてこちらが売上の区分表となっております。上がですね、オレンジ色の棒線グラフになってるんですけど、収納セミナー、講演会、ロイヤリティの部分で、まあ、こちらは社長がメインの売上となっております。まあ、6月ですと、ショップチャンネルの売上っていうのが入ってきたかと思うんですけど、こちらグッズだったり反響の方はいかがでしたかね。そうですね、先月もちょっとお伝えしてたんですけども、まあ、初回、っていうので、ショップチャンネル5月ゴールデンウィークにですねデビューさせていただいて、そこがようやく売上として、会社の方に入ってきたかなという感じでして、で、まあこの間初回デビューが5月だったんですけど、この間もですね今まさに
ちょっとセール期間に入って、また再販を、テレビの放映はないんですけど、ショップチャンネルさんのホームページの方で、セールが始まっててとかっていうような、動きもあってですね、まあ、テレビの応援はないんですけども、そういうふうな形でホームページ等で、販売注目していただけるような動きがちょこ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 あるような感じです。はい。で、今度9月の23日にですね、生放送の第2弾、商品は同じなんですけど、第2弾が、生放送、そしてこれめちゃくちゃ朝早いんですけど、9月23日の朝6時の生放送で、1時間またショーをやりますので、まあ、そちらの方ぜひ皆さんも見ていただけたらなと思います。はい。で、第2弾の商品開発の方も、着々と進んでおりまして、はい、年内にはまた第2弾の新しい商品が、発表できるかなと思っております。で、先ほど、ちらっと、オープニングで喋ってたんですけど、ヤマダ電機さん、のですね、通販、番組があるんです。ヤマダテレビショッピングっていうのが、で、そちらの方に出演させていただいて、ヤマダ電機さんオリジナルのキッチンとか、ソファーとかっていうのをご紹介させていただいたんですけど、これ実はですね、今後、ヤマダ電機さん、とですね、コジマジックが、共同開発する商品っていうのが、来年に向けてぐらいかな、また、発売されますので、そちらの方の開発も、同時に進んでくるので、ちょっとその辺も、今後はちょっと期待できる動きになってくるかなと思っております。ようやくだからそのヤマダ電機さんとのコラボっていうのも、水面下では動いてたんですけど、その昨日収録した番組の中でも、今後コジマジックがヤマダ電機とコラボして、なんか面白い商品を開発していきますよみたいなことは言ったので、ちょっとその辺も、期待していただけるんじゃないかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。では次にですね、こちらの青い線、こちら収納サービスの方になってるんですけども、前月と比べまして150万ほど下がっておりまして、ちょっと右肩下がりになっちゃってるんですけど、こちら社長いかがですか？そうなんですよ。これ先ほど話してた通りですね、本当に今片付けのご依頼っていうのが皆さん片付け欲が低下してるのか、本当にいただけていない状況なので、これ暑さのせいにするっていうのはダメだと思いますので、新たな、ちょっと仕掛けをいろいろとやっていきながら、なんとかね、夏だから売り上げが下がるっていう言い訳をせずにですね、なんとか売り上げが上がるような、ことを仕掛けていきたいなというふうに思っておりまして、新しい、お片付けパックのメニューを、今回だと親子で、お片付けパックっていうのを出してみたりですね。で、また新たに、今度は住宅展示場さんの方にいろいろとお声掛けをさせていただいて、これ一社、反応いただきましてですね、神奈川の方の住宅展示場さんの方で、このお片付けのサービスのチラシを、お客様に配っていただけるっていうような、住宅展示場さんも、手を挙げてくれましてですね、そういうふうなことも、ちょっとずつですけどもスタートしていってるような形なので、ちょっとそれが早めになんか結果として出れば嬉しいなと思っております。ありがとうございます。ホームページの方もビフォーアフターの掲載企画っていうのが進んでるかと思うんですけど、こちらはいかがですか？はい、ようやく、形に、なりつつありまして、今後はですね、そういうような形で現場のビフォーアフター、やっぱりこうお客さんがご依頼をいただくときにホームページを見て、あ、これがこういうふうになんねんなっていうような、ことをもっともっと、
まあ、せっかく現場に行かさせていただいているので許可をいただいて、そういうふうな事例をどん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 アップしていって、お客さんが、申し込みやすいような、形を整えていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。そうですね、どんどん補作を練って変化を追っていければと思います。はい、続きましてこの赤いところですね、のちょっと右肩上がりになっているところが YouTube 収益となっているんですけれども、今月は20万ほどアップしたというところで、6月から収録投稿になったというところでですね、6月いかがでしたでしょうか。そうですね、10万人を達成してからやっぱり平均、ビュー数っていうのが安定して上がってきているので、その辺はちょっとこう自分でも実感してて、今までだと、まあ、新しい動画をアップしたら、1万回再生は最低でも目指さないとっていうのがあったんですけど、最近はだいたい平均して3万回は、回るようになってきたので、それが安定して、でまたこれはありがたいことで、ニトリさんとか無印良品さん、イケアさん、ダイソーさん、セリアさん、無印良品さんといった、まあね、こう片付け、収納に関して特化されている大手、企業様と一緒にこう、動画作りをやらせていただけるようにも、まあ、これ10万人っていうことも非常に大きいかと思うんですけども、まあ、そういう企業様と一緒にこう、コラボさせていただけているので、まあ、その数字が安定してきているっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、これがまた、まあ、そこをいろんな企業さんでやらせてもらって、これがまた第2回目、第3回目って続いていくようになると、もうちょっと数字も安定してくるのかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まあ、毎月毎月こう社員の皆さんでこう会議をしながらアイデアっていうのがを出し合っていってるっていうのがこうお聞きしていく中で、私も実感できるところなんですけれども、社長の中でも社員の皆さんの頑張りっていったところが実感していってるところだと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、進捗会議を、まあ、ミーティング、全体ミーティング合わせて月2回行っているんですけど、その中で、まあ、2回目の進捗ミーティングっていうのは、進捗会議っていうのは私が入らずに、執行役員の大野が中心となってやってくれてるんですけども、その中でも皆さんが意見を出し合って、でまあ、こんなことしたらいいんじゃないかとか、こういうことやってみようかとかっていうのが、本当にこう今まではコジマジックありきの会社だったのが、ちゃんとこう片付け、整理収納サービスの会社っていう風な形になってきてくれてるなっていう風な感じで、嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね、そういった社員の皆さんからの提案だったり、まあ、積極的な会議への参加っていうのが、こう未来の幹部候補につながってくるかと思います。では今回の動画としては、テーマとして中間管理職は経営幹部かっていうテーマで動画を流させていただきたいと思います。こんにちは、東京コンサルティングファームの工藤です。今日のお題は、中間管理職は経営幹部なのか。私いつも研修会でですね、まあ、大体、管理職研修ってやってるんですけど、管理職研修でよくですね、この中で幹部の人手を挙げてくださいって言うとですね、もうほぼほぼ全員が上がる会社と、パラパラっとしか上がらない会社に分かれます。まあ、どっちがいいかっていうのもあるんですが、まずどういう会社がこうみんな手が上がって課長以上ぐらい、それからどういう会社上がらないのかなといろいろ考えてみました。で、じゃあ中間管理職ってそもそも経営幹部なのかどうなのか、経営幹部として機能しているかどうかっていうのが重要なんですね。じゃあ経営幹部として機能する会社と機能してない会社の2つに分かれると。じゃあまず中間管理職っていうのは、ここのトップマネジメント、ミドルとロアってあるんですけど、まあ、ミドルマネジメントが通常は中間管理職で、私は中間管理職の役割は大きく2つあって、下に対しては
標準化、生産性をアップさせる、で終わりのない仕事をする、で上に対してはですね、トップの提案をすることだと思ってるんですね。戦略の有効性の提案、これは下はですね、実行の、生産性を上げていく、まあこれは効率性ですね、効率性を高める、下に対しては効率性、下に上に対しては戦略の有効性を提案する、この2つが重要な役割だと思ってます。そして意思決定っていうのは基本的にはトップマネジメントをやるんです。よくですね、私も言われる、うちの会社は上が全部決める、いや当たり前です、上が全部、この辺で全部決められたら大変なことになっちゃう、全部決める、いや基本上は意思決定機関、トップマネジメントの役割っていうのは経営の意思決定をするんですが、提案をするっていうのは別にミドルが担ってもいいわけです。でここで重要なのがですね、そもそも提案をしない会社、戦略の有効性に対して提案をしない会社は幹部にはならないです。だからもう提案するのはもうトップマネジメントの一部分で、ここ社長が全部意思決定をして、で下は実行部隊ってなれば、ここのミドルマネジメントは実行部隊の一部だから、これは幹部にはならないですね。でこれ完全なトップダウン経営なんですけれども、一番のトップダウン経営っていうのは経営の基本なんですが、これを補うものとして経営者っていうのはボトムアップの、役割を担ってほしいの、ここがボトムアップのとこなんですね。でこれの戦略の有効性を提案してくれて、こうトップダウンとボトムアップがこう循環しながら、現場のいい意見も聞きながらこう循環して、上のトップマネジメントの機関で意思決定がなされると、これはですね、経営としてはかなり有効な感じになる。つまり経営者っていうのはトップダウンは原則なんだけれども、上が決めて下が実行、しかしそれを補完するものとしてボトムアップ経営っていう要素も取り入れたいなと思ってるんです。でそうするとまず、ここには2つのポイントがありまして、1つは経営者サイドがミドルマネジメントに対して経営に参画してもらうっていう、機能をつけること、つまり経営会議に、経営会議のようなものにミドルマネジメントが入る、役員会だけじゃなくて、ミドルマネジメントの入った会議体があるかどうかっていうところが重要なんですね。で私は昔いた、監査法人で、どういう例合になってたかっていうと、ここをトップマネジメントパートナーって言ってます。でミドルマネジメントがマネージャー、ロアマネジメントがですね、ここがシニアって言ってますね、スーパーバイザーの機能です。で下にスタッフってなってます。私はスタッフとシニアやってたんですけど、パートナー会議っていうのとですね、それからマネージャー会議、パートナーマネージャー会議っていうのがあって、パートナー会議っていうのは役員会だったんです。でパートナーマネージャー会議、こう一緒になってやるっていうのがこのボトムアップで、マネージャーからの意見を吸い上げていくという、本来の会議だ。ただこれをですね、マネージャーがパートナーの意見を単に聞くだけの会議って認識してるんであれば、パートナーは経営に対して意見を言ってほしいって言っててもですね、彼らは聞くだけで、自分は上の意見を聞くだけで実行する部隊だと思ってるんであれば、これはボトムアップ経営が有効に働いてないので、彼らの意識がですね、幹部だっていう意識になってない可能性があります。つまりここポイント2つあって、1つは、会社自体がミドルマネジメントの意見を吸い上げるような仕組みを持っているかっていうのが第1点なんです。で第2点がですね、ミドルマネジメント自体が自分が経営に参画する役割を負っていると認識しているかどうか、そしてそれがうまく機能しているところは中間管理職は経営幹部になっているんですね。だからうまくいってるところは
管理職、課長以上の人にあなたたちは幹部ですかって聞くとみんな手が上がるんです。しかしそうじゃないところは、まあ、役員の人たちだけが手を挙げる会社になってしまう。じゃあこの幹部ってどういう意味かっていうと、これですね、そもそも木から来てる言葉なんですね。幹なんです。幹部ってここですよね。木は大きく3つのパートに、分けられる。幹部、そもそもこの幹部っていう意味は木から来てる言葉なので、木は大きく3つの部分に分けられる。根っこの部分、幹の部分、それから枝葉の部分。根っこはですね、土の下に隠れて見えないんですけど、木の全体を支えている一番重要な役割ですね。で、幹っていうのは枝葉を支える、ここが太くないと大きく茂ることができない。で、まあ、枝はですね、葉っぱを支える。まあ、葉っぱは何も支えてないんですけれども、まあ、大きく茂る会社になれるかどうかっていうのは幹がしっかりしなきゃいけないし、幹がしっかりするためには根が大きく張らなきゃいけない。で、このを考えるとですね、そもそも幹部って言葉は木から例えられている言葉なので、自分がそもそもここの中のどこの位置にいるのか、根っこなのか幹なのか枝葉なのかっていうのを決めていかなきゃいけない。だから中間管理職の人がそもそも自分は幹部ではないっていうんであれば、根なのか枝葉なのかのどっちかしかないわけですよね。でも根っていうのは幹を支えてるところだから、もし自分が根っていうんであれば、その幹部もまた支えてる存在だってことなんですよ。じゃあ幹部じゃないっていうんだったら、枝なのか葉っぱなのかのどっちかしかないっていうわけで、この自分の役割っていうのをどこに持っていくのか、これはまず中間管理職の意識の問題で、ここが非常に大事になる。この意識がない限り、まあ、経営っていうのは全ては上が決めて、私は単にやる人なんです。なあ、ただこういう会社はボトムアップ経営に失敗しているので、まあ、このトップダウンとボトムアップの循環っていうのがうまくいかない、こういう弊害に陥るのです。どうでした、社長？そうですね。まあ、スタッフみんながですね、まあ、こう、幹部っていう考え方を持つようになってくれると嬉しいなとは思います。嬉しいです。役職は会社がつけるんです。ね、その人が主任とか課長とか部長、これは会社がつく。自分が幹部かどうかは自分で決められるんです。幹部かどうかっていうのは役職じゃないから。だから役職っていうのは会社の期待なんです。でもその期待に応えて、もう私課長になったと、どこの代から幹部って言ったっていいわけですよ。取締役になんなきゃ幹部じゃないっていうこともできるけど、課長がもう私は管理職で幹部だって言ったっていいわけです。で、幹部かどうかは自分が決める。ここがポイントなんです。役職は会社の期待。でもそれを自分で受け取って自分で幹部と言える人は積極的に経営参画し、戦略のサポートをする、策定のアイデアも出す。だから社長を本当の意味で支える人が幹部だってこと。言われたことをやる人じゃなく一緒に考えられる人。こういう人になってほしいな。という話です。そうですね。なんか、弊社でも、管理部っていうところで、例えば、これまでだと、まあ、経理、っていうところが主だったんですけども、うん、YouTube をやるようになってから、例えばその営業先、であったり、まあ、取材許可を取るためのことであったりとかっていうので、どういうところの企業様とコラボしたらいいかとかっていうのも考えてもらったりとかっていうのも、うん、今までなかったことをちょっと管理部の方にお願いしたりもしてるんですけども、なんか、だからそういうちょっとこれまでなかった仕事を任せられるっていうのも、なんか皆さんにとってはなんかちょっとこう、あ、会社のために何かこう、ね、うん、考えようっていう風な気になってくれてんのかなとかっていうのも、そうですよね、うん、こう上からの指示で
自分が今までのその新しい仕事が来た時にそれを喜んで取り入れてくれるかどうかっていう、まずはここが第一ですよね。そしてもう一つ、新しい仕事自体を自分で考えて、まあ会社に提案し、それをまあ自分で自ら考えやっていくっていう風になったら、さらに幹部の方になる。でも第一段階は新しいものを喜んでやってくれるっていう人を作るといいですよね。自分の責任範囲を限定するんじゃなくて。そういう人は目的を共有しているから、素直に新しいことをやってくれる人ってことになる。そうですね。で、またそれがなんかこう、例えば、企業さんが、じゃあ、やりましょうってなった時に、なんか、取れましたって言って、OK もらいましたっていうふうに喜んでくれてるっていうか、すごく私も嬉しかったりもするので、なんかちょっとずつそういうふうな形で意識をこういうふうに持って、会社のためにっていうふうに思っていて、そうなんですよね。それが喜びに変わるって、お金とか自分の報酬だけじゃなくて、何か会社が発展していくっていうのを自分の喜びに変えられるっていうのは、その会社っていうのがやっぱり社員にとっての居場所になっている、心地よい場所になっているからそういうふうに感じるわけで、そういうものはできていく、会社っていうのはどんどん発展していく。まあ、いいところに来てるんじゃないですか、今。そうですね。で、それが、まあ、最終的に、ちょっと売り上げアップっていうところに、そうですね、結果として。つながっていけば、本当にこう、中身がしっかりとした、売上アップに、なんかこう、ラッキーで売上が上がってるんじゃなくて、なんかちょっとまた違った、本当に幹がしっかりとした、売上をアップにつなげていきたいなというふうに思いました。はい。はい、ありがとうございました。はい、ということでございまして、次回なんですけども、次回が8月、もうお盆明けで8月24日。この8月24日が、記念すべき30回目、の生配信となります。先生、ね、本当、あと何回で1億円いけるかっていうね。本当にね。1億円いかないと終わらない番組っていうことです、ね。本当、なかなか本当、あ、これね、昨日、ちょうど、ね、撮影をしててね、はい、大桃美代子さんという、タレントさんがいらっしゃるんですけど、大桃美代子さんが実はこの番組見てくださってて、はい、で昨日もすごい勉強になりますっていうのを言ってくれて、うわ嬉しいと思って、タレントさん見てくれてるんやと思って、はい、すごいいつも見せていただいてますっていうことを言っていただいたので、ちょっとね、その分、はい、結果を出していかなあかんなと思っています。はい、ということでございます。次回8月24日、第30回目でございます。17時から、また生配信の方を行いますので、皆さんぜひとも、チェックの方をお願いいたします。はい、そしてですね、概要欄の方にはですね、久野先生の、YouTube、等をね、貼っておりますので、そちらの方を飛んでもらって、ぜひともチェックの方をお願いいたします。で、今回生配信見れなかったという方はですね、久野先生の方の YouTube で、アーカイブで、見ていただけますので、ぜひともそちらの方のチェックもお願いいたします。はい、というわけでございまして、今月も久野先生、そして太田さん、どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺でお別れしましょう。さよう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。社長の本当の気持ちがわからないと、伝えられないと思ったんです。だから私は最高の実務家であり、最高のコンサルタントになるには、ある意味自分も経営をやってみなきゃいけない。教育が完全に間違ってたなと。中国進出失敗しました。手つかずの状態でまだ残されてる。今回は違う戦略を持ったんです。それがですね、実は出版なんです。点から面へという発想で4拠点仕組みを育て、この仕組みはやめないわけ。
自然にね、こう人が育つようなモデル。長期において会社が成果を出し続ける、誰を昇進させたのかっていうメッセージを伝える。400人の規模の会社にできたのは、まあこれを統合型でやれたからなんですね。二人三脚でお客様と一緒にここの部分を作り込んでいく。